中華郵政が1955年に発行した反協議士って反協議士とは台湾に逃れた中華民国国民政府が中国大陸の中華人民共和国から亡命してきた軍人内し民間人に対し故障した称号である。朝鮮戦争に参戦した中国人民志願軍将兵でアメリカ軍を主力とする国連軍に捕虜になったもののうち、 中国への送還を拒否した軍人がいた。これらの軍人たちの第一人が1954年1月23日に韓国のインチョ川から台湾のキールに向けてアメリカの艦船で送り届けられ1月29日に到着した。最終的には約1万4000人が台湾に到着したが、彼らのことを中国共産党政権から逃れてきた反共技師と呼ぶようになった。 その後台湾の中華民国政府は大陸から軍用機を操縦して亡命してきた軍人らに対する報奨金や援護法を制定し彼らを保護した。彼らを援助するために中国大陸裁法救済総会が設立された。1991年台湾全土に出されていた戒厳令が解除され中国共産党政権を 反乱勢力と事実上みなさなくなった政治状況の変化に伴い、反共義士は歴史的な故障となった。現在ではハイジャック犯が台湾に来ても一般の刑事犯として訴追するようになった。そのため台湾では1月23日を123自由日という反共記念日に制定していた。1993年からは世界自由日に解消。冷戦期には 中国大陸から逃れてきた難民を共産主義の抑圧から逃れてきた者として援助していたが、現在では国際的な難民救助組織になっている。ありがとうございます。